どうも、スーパードクター Y です。ナス県理事長のマリサだぜ。前回続きを作るかどうかわからないと言ってたけど、やっぱりこのゲームは面白いので続けていくことにしたよ。このゲームの面白さはいろいろあると思うんだけど、患者を観察できるのが個人的には好きな点。今回はあまり詰め込みすぎないようにしたいね。というわけで、めたい話はここまでにして、今日も元気に患者を治療していきましょう。それではちょっと部屋を移動させてみよう。部屋を選択してエディットをクリックする、あとはドラッグすると部屋を動かせるみたいですね。なんかすでにもっともあるみたいだな。部屋をコピーできるようになるとか。愛されてるな。我々は患者に愛を注いでいきましょう。ちょっと入院病棟が小さかったから、大きくしてみたよ。最初なので部屋の大きさを上手に決められませんね。むむ、新しい病気を発見したぞ。私の部下が。これはつまり私の功績というわけだな。ホグワーツ病というみたいですね。どうやら汚いトイレが原因で起こる肌のイボみたいだな。お薬か魔術で治るということみたいですが、ホグワーツとかけているんでしょうね。本当に合ってるのか自信がないよ。そんなことよりあと一人電球病を治療したら、病院の評価に星がつきますね。今回はこの病院を三つ星まで育てていこう。後半はぼーっと眺めるだけになったんで、その辺はカットかもしれない。委員長、マイルスが昇進したいそうです。ジュニアナースからナースになると色々と能力値が上がるみたいだな。その分お給料も上がりますけどね。このスライダーで昇給を決められるんだな。お金を多く払えば幸福度が上がるようですね。労働者は生かさず殺さず。先生とはうまくやっていけそうです。何やら受賞式があるみたいだな。これは優秀な病院を各部門ごとに表彰するものみたいです。それはぜひとも受賞しなければならないな。我々のお金のために。もちろん一番は患者さんのためだけどね。もちろんです。どうやらこの賞を受賞すると報酬があるみたい。患者さんのことを思っていい病院にした結果、お金がもらえるということですね。そうだな。患者を第一に考えたからこそお金がもらえるのだ。どうやらうちのドクターホップが受賞したようです。あれ、委員長であるゆっくりじゃないの？残念なことに無能。委員長は選出されないようですね。まあ私は病院全体の責任者だから、実質私が受賞したということだな。最終的な結果はこんな感じです。雇用者の賞を受賞できたことは嬉しいですね。これもすべて、私のおかげですね。ん？さてさて、それでは気持ちを新たに頑張っていきましょう。お、電球病の治療数が3になったみたいだ。どうやら星1になると次の病院が建てられるようですね。報酬とアイテムのアンロックもあるようだな。今回は星3を目指していきましょう。そして次なる目標が出てきたね。25人の治療と20万円の収益を上げる、あとは病院レベルを6まで引き上げると、星2のレーティングに達するようですね。とりあえずもらったクドスでアイテムをアンロックしとこうか。このエアコンは温度を下げると書いてあるけど、今後その辺の要素が出てくるのかもしれませんね。病院って結構ポスターが貼ってあるよね。とりあえず視力検査のポスターを貼ってみましょうか。どうやら絵画もアンロックできるみたいだね。病院の定番ですな。これはガムが出てくるガチャガチャかな？雑貨屋さんとかによく置いてありますよね。今度はちっちゃいエアコンを置いてみよう。効果範囲は青く表示されるのかな？これがどう関係してくるのか、ステージを進めていけば明らかになるだろう。電球病のポスターも忘れずに貼っておこう。せっかくアンロックされましたからね。こうして注意喚起を促すことは医者としての務めだからな。まあ医師免許持ってませんけどね。電球病の感染が拡大しているみたいだ。この病院に治療を求めた患者が退去してくるみたいです。もちろん受け入れようじゃないか。90日以内に7人の患者を治療するみたいです。どうやら星1を達成した後には、こういう集団感染の治療のミッションがランダムで発生するみたいだな。患者が来る前に医者を追加しておきましょう。いまいち仕様が分かっていなかったために、医者の数が少なかったようだ。そして病院のレベルが上がりました。どうやら病院のレベルは部屋の数とスタッフの数に左右されるようだ。
ということは目標のレベル6にするには、もっと部屋数を増やさないといけないんですね。そしてこのパトロールランプが頭に乗っているのが、先ほどのミッションの患者のようだ。どんどんやってきていますが処理しきれるでしょうか。ダメなら患者が死ぬだけだ。その時は諦めてもらいましょう。人生諦めが肝心というからな。どうやら懸命な治療も虚しく死者が出てしまったようです。くそ、ゆっくりはなんて無力なんだ。まあ仕方ないですよね。仕方ないよね。しかし亡くなった患者が幽霊として病院に取り付いたようです。管理人に幽霊退治をしてもらおう。彼女は幽霊退治のスキル持ちですから安心です。幽霊は放っておくと病院中を汚すみたいだからな。掃除機で吸い取りましたね。これで彼も安らかに眠れるだろう。それにしても治療が間に合いませんね。とりあえずベンチを設置してごまかそう。次の病院は集団感染も視野に入れて、施設の整備をしていかないと。そして90日の期間が終了。どうやら全員治療できなくてもお金はもらえるみたいです。それを聞いて安心したよ。きっと亡くなった彼も天国で喜んでくれているでしょう。時計をアンロックしたので早速設置していこう。この時点では内装が病院のレベルに関係すると思っていたんですよね。どうやら違ったみたいだけど内装起こるのは結構楽しい。どうやら治療関係の施設が足りなかったようです。とりあえず病室を増やしておこうか。大きく作りすぎた部屋を整理して、薬局も増やしておきたいです。それにしても前回と比べるとイベントの数が少ないな。星1以降はやり込み要素って感じですからね。ちょっと実況のペース配分を間違えてしまったな。しかし監査という新しい要素もあります。どうやらお偉いさんが来て病院の評価をするみたいだ。袖の下を用意しておきましょう。まんじゅうの下に小判が詰まっているやつだな。我々も小判の上に乗る準備をしておかないと。同時に薬局で治療する病気が大流行しているみたいだ。ボグワーツ病ですね。こちらも受け入れて印象を良くしようではないか。監査の方が到着されたようです。くれぐれも失礼のないようにしないとな。この日のためにナスを新しいものに変えておきました。ボグワーツ病の患者も到着しているし、なかなか大変なことになりそうだ。この王冠マークがある人が監査の人みたいです。どうか隠していたおやつが見つかりませんように。一体何の監査をしているんでしょうね。監査もほぼ終わって今はスタッフルームを見ているところみたい。その間に薬局を増設しておきましょう。監査中は何も変わったことをするなって釘を刺されていたけど、大丈夫なんだろうか。最近病院も儲かっていますから、黙らせるだけの資金はあります。なら安心だな。そして星2になりましたね。しょっぱいお菓子の自販機がアンロック。健康に悪いものほど美味しいですから、みんなこれを買って健康を害して、また病院に来ることになるでしょう。これが循環型社会というやつか。次なる目標は30人の治療、40万円の収益、75万円の資産価値ということなんだけど、最後のはすでに達成済み。ここからはひたすらに待つことになるな。アイテムをアンロック、設置しながら待ちましょうか。それでは絵を飾っていこう。これはきっとここで治療された子供たちが、感謝の気持ちを込めて描いてくれたんでしょう。もし違ってもそういうことにしておこう。お次はマガジンラック。当たり障りのない雑誌などが置いてあります。現代農業とかいう雑誌は見かけたことがあるが、月刊住職という雑誌があることには驚いてしまった。マニアックすぎる。うちの病院はマイナーな雑誌で特色を出していきましょう。来る患者が限られそうだね。それでは新しい自販機を置いておきましょうか。食堂とか建てられたら面白いんだけどな。もしかしたらこの先出てくるかもしれませんし、将来的にはもっとなんかも盛んになるかもしれません。監査報告が届いたよ。どうやら満足いただけたみたいですね。山吹色のお菓子が効いたみたいだ。ボグワーツ病の治療も無事終了。あとはひたすら時間を進めていけば良さそう。その過程でキャリアゴールなるものを達成しました。100万円稼いだら報酬があるみたいだな。どうやらマップ画面にあるキャリアから報酬がもらえるようです。
これは全てのステージで共有される目標みたい。ご褒美のクドスをもらっちゃいました。アンロックしたアイテムを設置していこう。まずは電話ですね。公衆電話って見なくなったよね。お次は手の消毒器。これも後で重要になってくるんだろうか。残すところあと774円。もうちょっとで目標の星3つ達成だね。長いけど楽しい戦いだった。というわけで目標達成。これ以降は特にアンロック要素はないんでしょうね。そろそろ我々も他の地域に進出する時だな。この地を我が手中に。たくさんの患者さんが我々の到着を待っているはずです。まるでパンデミックのようにどんどん病院を建てていこう。次回からは新たな土地で病院建設。果たしてこの国全体の病を治すことができるのか。それでは今回の診察はここまで。お大事に。